パッチ家ケの陰謀は、1478年、フィレンツェのパッチ家ケがライバルであるメディチケ当主の、ロレンツォ・デ・メディチラを暗殺しようとした事件。強行シクストゥス4世がフィレンツェに近い要所であるい、モラを買収したことなどから、フィレンツェの実質的な支配者、ロレンツォの政策と対立するようになった。シクストゥスは、強皇庁の金融を担当していた、メディチ銀行の地位を奪い、 ライバルで同じフィレンツェに本拠を置くパッチ銀行に異常、これによりメディチ家とパッチ家の対立が激化した。その後、パッチ一派のフランチェスコ・サルビアーティがピサ大司教に任命されたが、今度はロレンツォは不妊を妨害した。ここに至ってパッチ家はロレンツォを泣き物にしようと陰謀を巡らせた。この計画はローマ教皇もある程度知っていたと言われる。 陰謀は1478年4月26日、サンタマリアデルフィオーレ大聖堂でのミサの席上、実行された。サルビアーティとフランチェスコ・デ・パッツラが、メディチ兄弟を襲撃、ロレンツォの弟のジュリアーノを殺害する。ロレンツォは傷を負うが、過労死で難を逃れた。暗殺者らは市民に、メディチ系の反乱を呼びかけるも失敗、捕らえられて、即刻処刑された。 パッチイケ関係者らへの報復は容赦のないもので、パッチイケ当主をはじめ100人近くが捕らえられて処刑された。この事態に、パッチイケと結んでいた強行シクストゥス4世は激怒し、フィレンツェを破門し、ナポリ王国と同盟して、戦線復刻した。ロレンツォは大きな危機に直面したが、自らナポリに乗り込み、ナポリオフェルディナンド1世と会見を行った。この勇気に、 ナポリオも関心し、和平を結ぶことに成功した。その後もしばらく不穏な状況があったが、1484年に問題の一端を担った教皇シクストゥス4世が皇居したため、事態は収束に向かった。最大の危機を乗り切ったロレンツォの支配体制は、この後、確固たるものとなった。陰謀に加担したパッチ家の処刑の様子を、1478年に、 ボッティチェッリがフィレンツェの警察署と視聴者の間の壁にフレスコ画で描いたが1494年にメディチ家のフィレンツェ追放と共に破壊された。芸術ミステリーを数多く執筆している推理作家のフ,のフ,家のフ。ダヴィンチによるベルナルド・バンディー処刑のスケッチまた関係者ベルナルドがコンスタンティノープルに逃れていたところを捉えられ1479年12月に 公主刑に処されたが、この模様をレオナルド・ダ・ヴィンチがスケッチに残し、こちらは現存している。後の教皇クレーメンス七世は、パッチ家の陰謀で殺害された、ジュリアーノ・デ・メディチの遺児である。ジュリアーノの遺骸は後に発掘された。全身腐敗していたが、遺骨の鑑定の結果、頭部に大きな損傷を受けていたことが確認されている。2004年になって、アメリカの研究者、 マルチェロ・シモネッタが、パッチ家の関係者などが残した暗号文書を解読し、ウルビーノ号、フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロが、事件の首謀者であるとする説を唱えた。マルチェロ・シモネッタ、ロレンツォ・デ・メディチアン殺中世イタリア史を覆す、モンテフェルトロの陰謀、早川処謀、2009年。ありがとうございます。